1> ここ1週間の大きな出来事は何といってもパーンですかね裏金ということですけどもこれどこまで行くのかなというまあかつてのリクルート事件のような様相を見せていますよね閣僚がドミノで倒れていくというですね普通不祥事とかあっても一人辞任して終わりなわけですけども閣僚それから党の <coughs> 幹部が バタバタと辞任に追い込まれるというねリクルート事件の時は予算を通すと同時に内閣総辞職というね形になりましたどういう幕引きなのかわかりませんが今のところ岸田卸の強い風は吹いていないようですけれどもね、まあ、ちょっと問題なのは安倍派一掃しますよね二階派も一掃しますよねで 岸田内閣を一番支えてきたのは安倍派なんですよねだって最大派閥なんだから最大派閥がよし岸田内閣支えるぞって言ってですねたくさん閣僚も出て副大臣とか政務官とかも出てですね岸田派をさ一番力強く支えてるのは実は安倍派なんだというこの事実があるわけですねその安倍派がほら岸田さんがね安倍派やめてもらうっていうことですからあそうなんだへえいや 岸田派もやってるよねっていう話なんですけどそれ以外もどこもやってるんですけどもああそうかじゃあ安倍派ここで追い出すのかとう、えーん誰がてめえの政権支えてきたと思ってんだって話ですからじゃあ俺たち手引いたらどうなるか <laughs> 見ておけよってことになるかもしれませんからねだって安倍派と二階派がガバー引いて 半期ひるがえしたらもう政権なんかいつでも吹っ飛びますよ。なんかここまで来ると岸田さんがねもうなんかボロ早期 <laughs> のように見えてきてなんか昨日スピーチでね火の玉となってとか言ったら火のだるまじゃねえかってツッコミが入ったという火、ね、の玉っていうのは勇ましくねもう難しいものをこうね自分が先陣切って火の玉となってね突き進んでいくっていうねこれプラスの意味で火の玉って使われるんですけども。 いや火だるまだろうみたいな <laughs> 火だるまって言うと全身燃えちゃってニッチもさッチも行かない状態が火だるまですよねいやもう火だるまだろうとか火の車だろうというねやばい方のねことを言われてしまってますよねでまずね岸田さんねいろいろなやっちゃいけないことやっちゃったんですねそれや ただまずいだろう政権がっていうことをいくつも続けてしまったんですけども、まあ、この問題がわーって火ついて岸田さんは何をしたかといったら岸岸田田派派をを離脱しましまたたの会長を務めていたんですねでそれ以外の派閥もみんな、まあ、領収集のいらない金っていうものを手にしていると、まあ、それをまあ世間ではまあ裏金というらしいですけどもねでこれはもしね岸田派が何かになったらまずいっていうことで会長を辞めるということなんですけども。 会長まだやってたのってのまず第一のツッコミなんです普通ね派閥のトップ が総理大臣になることが基本ですけどもそうするとですね総理大臣になると派閥のの会長を辞めるのが基本なんです例えば安倍さんだってね総理になる時に世和会会長を辞めて総理大臣になってるわけですね自民党総裁かつ内閣総理大臣ですからね内閣のトップでありなんか政府のトップですよねで自民党のトップでもあるわけですよですからその一派閥の代表者っていうのは不適切ですよね やっぱりねコンプライアンス上もありますよ利益相反ってこともありうるわけだからやめてね自民党総裁総理大臣に全てを捧げるっていうことで派閥の会長ごたごたがあった時にね責任追及されて失脚するなんてこともねあっちゃいけませんからねだから普通会長を辞めるんですよえ会長だったのっていうのがまず一つです <laughs> なぜなんですかね会長を辞めると 戻戻るるに戻れないいっていう問題があるんですよねだからほら安倍さんだって総理終わった後安倍派に戻ってませんでしたよねもう会長いると「おいちょっとお前どけ」ってなかなか言えないので戻る場所がなくなっちゃうっていうことでもしかしたらスケベ根性でね会長のままやっちゃおうかしらってなったのかもしれませんけれどもまずそれが一つですよね。これでパーケン収入とか裏金とか言われて「あすいません辞めます」っていうことは「え 岸田派もそういうわけっていうねあやばいうちら追及来ると思ったからあやめますっていうねふうに言ってるようにも見えるわけなんですよねもし本当にいやうちそういうのないからってうんだったらドーンと構えて会長のままいればいいわけですよいやいや調べてみろとうちはそういうのないんだと言うんだったら読める必要ないんですよ。やめるってことはなんか 後ろめたいいんじゃないかと思われますよねだからこのタイミングでね、辞めるっていうのは二重の意味で良くないんですよ。黙ってれば、え、会長やってたのってこと自体があまりバレなかったのに、辞めるっていうから会長だったんですかと。で、後ろめたいんですかというね。二つ、そういう突っ込みどころを作ってしまったということですからね。じゃあ、辞めたからといって、じゃあ、前会長は責任ありませんとはなりませんからね。結局、辞めたとこで、いやいや、辞めたけど、 お前の隅が晴れるわけじゃねえんだってことになりますからねだから効果がないんですよだからもう岸田さんってね 下手なマッサージ師だってよく言いますけども自分のことに関しても相当下手なマッサージ師ですよなんかきびきびと対応する時って全部ドツボにはまっていくんですよ検討します検討しますって言ってねやるべきこと全然やらないでしょで検討せずにやると必ずドツボにはまるんですよいきなりゴリゴリゴリウリウリウリってやるんですけどツボ外してるからただ痛いだけというねそもそも効果がないんですこんなんで責任逃れられるわけないんですから もううちは全然問題ないとドーンと構えて良かったわけですよ。ですからまあちょっとねこの岸で張り出すっていうのはまあ悪手ですねこれはねダメな一手ですよ。竹田ツニヤスチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。